ルイス・ファビアーノ・クレメンチは、ブラジル・サンパウロ州、カンピーナス出身の元サッカー選手、元ブラジル代表、ポジションはフォワード。1980年11月8日、ブラジル・サンパウロ州のカンピーナスに生まれる。両親から十分な愛情を注がれずに育ち、反抗的な少年時代を過ごした。当時の幼馴染は、ルイス・ファビアーノはすぐに感情的になり、 みんなから嫌われた近所の花づまみ者で、サッカーも下手だったと語った。ロマーリオを憧れとしたルイス・ファビアーノ少年は、14歳で、グアラニ FC の15歳以下のチームのテストに、合格するも、コーチやチームメイトと合わず、半年で対談。15歳の時、トゥアーノ FC の17歳以下のチームに入団すると、ここのコーチから高い評価を受け、コーチと共に A ポンチプレッタに加入した。 17歳になると、ほどなくプロ契約を交わし、18歳の時に、トップチームに上がると、サンパウロ州リーグでデビューを果たした。2000年には、フランスのスタッドレンヌ FC に移籍するも、ピッチの内外で馴染めずに、半年で母国のサンパウロ FC に、レンタル移籍した。サンパウロでの半年間は、結果を残すも、再び戻ったレンヌでは活躍できず、2002年に、 サンパウロに完全移籍した。サンパウロ FC では優れた得点感覚やポジショニングの強さを発揮してゴールを量産しチームの象徴的な選手となった。2003年のカンピオナート・ブラジレイロで得点王を獲得し2004年のコパリベルタドーレスでも得点王になった。サンパウロでは数々の乱闘を起こしファビアーノには悪役のイメージがつきまとった。 2003年のコパスダメリカーナリーベルプレート戦では相手選手に後ろからカンフーキックを見舞い3試合の大会出場停止処分が下された2004年夏にスーペルリーガの FC ポルトに移籍したポルトが支払った移籍金は187万5000ユーロでありポルトが権利の25%をグローバルサッカーインベストメント社が 権利の75%を保有する複雑な契約だった。そこでコパアメリカ2004を共に戦ったジエゴと再開したが22試合出場3得点に終わった。2005年夏リーガーエスパニョーラのセビージャ FC に移籍し背番号10を背負った。2006年5月10日 UEFA カップ決勝のミドルスブライ FC 戦でヘディングゴールを決めた。 2007年1月、レアルサラゴサとの試合中に、カルロス・リオボと殴り合いの喧嘩を起こし、リーグ戦後試合の出場停止処分を受けた。2006から07シーズンは、リーグ戦で24得点を決めて、ピチイチ賞争いに加わり、27得点のダニエル、グーサに次ぐ得点ランク2位につけた。この活躍で、再び代表に招集されるようになった。 2008年11月29日の FC バルセロナ戦ではセルフィオブスケツに肘打ちしてレッドカードを受けクラブのスタッフが止めに入らなければならないほど激行した2009年にはクラブとの契約を2011年まで延長した2009年7月4日には AC ミランが公式なオファーを出しファビアーノは移籍を容認するようクラブに嘆願したとされているが セビージャは遺跡を認めなかった。2010年8月30日には契約を2013年まで延長し遺跡の噂を断ち切った。2011年3月11日に古巣のサンパウロ FC に4年契約、遺跡金は760万ユーロ復帰が発表された。2015年12月23日、中国の天津松江に加入することを自身の SNS で発表した。 2016年シーズンは中国高級で29試合に出場し23得点を記録し得点王と MVP を受賞した。2017年2月17日バスコダが前移籍した。2003年6月11日のナイジェリアとの親善試合でブラジル代表デビューし初得点を決めた。2003年には FIFA フフコンフェデレーションズカップ2003に招集されたが、 出場機会はなかった。2004年には、コパアメリカ2004に出場し、前後試合に FW アフォンソ・アウベスと共に、先発出場した。コパアメリカ2004後は、FC ポルトとセビージャ FC での不調などから3年以上、代表に招集されなかったが、セビージャでの校長が変われて2007年11月18日の 2010FIFA ワールドカップ、南米予選、ペルー戦で復帰した。 復帰第二戦のウルグアイ戦には先発出場し、先制された後に2得点を挙げて、勝利に貢献し、FW、ロビーニョなどと共にレギュラーポジションを勝ち取った。2008年11月19日、ブラジリアで行われたポルトガルとの親善試合では、代表で初めてハットトリックを達成し、6から2での対象に一役勝った。2009年夏には、 フィファコンフェデレーションズカップ2009に出場し、イタリア戦で2得点を挙げると、決勝のアメリカ戦では2点のビハインドから2得点を挙げて同点に追いつき、ブラジルの優勝に貢献した。大会を通じて5得点を挙げて、ゴールデンブーツとシルバーボールに輝いた。2009年9月の2010フィファワールドカップ予選アルゼンチン戦では、宿敵から2得点を奪い、 本大会出場を確定させた。2010年に南アフリカで開催されたワールドカップ本大会グループリーグコートジボワール戦では代表で9ヶ月ぶりのゴールを含む2得点を挙げたが2点目は2度のハンドの反則が疑われる得点だった。試合後にはハンドを認め聖なる手が助けてくれたと表現した。決勝トーナメント1回戦のチリ戦でも得点したが 準々決勝でオランダに敗れた。ありがとうございます。